鹿児島のサッカーを盛り上げたーい。キックオフ鹿児島。この番組はアマチュアからプロまでサッカーを頑張る皆さんに注目し、サッカーが好きな人はより好きに、サッカーのことを知りたい人にはより興味を持ってもらえるような鹿児島のサッカーに関する情報を何でもお伝えする番組です。こんにちは、キックオフ鹿児島です。今日まずはスタジオを飛び出して鹿児島市の県立サッカーラグビー場にやってきました。今日はここで60歳以上の九州大会が行われているということで、シニア世代の熱い戦いの様子見ていきたいと思います。鹿児島市で先週末行われた第22回九州オーバー60サッカー大会、各県代表は4チームずつに分かれてグループリーグを行い、勝ち上がった2チームが決勝を戦います。鹿児島県代表赤のユニフォーム鹿児島 SFC はいきなり優勝候補の福岡県代表と対戦しました。序盤から白のユニフォーム福岡にどんどんシュートを打たれますが、鹿児島のキーパー福森盛孝選手がファインセーブを連発。前半を0点に抑え味方の得点を待ちます。しかし後半、福岡の多彩な攻撃を防ぎきることができず、初戦を落としてしまいます。いや、勝手なイメージでもっとほのぼのとした大会だったのかなと思ったんですけど、結構チェックとか厳しくいくんで、球際の攻防が激しいですし、あとやっぱり攻撃のスイッチが入った瞬間、皆さんもこうグッとスプリントされるんで、運動量も豊富で見どころありますね。2戦目、今度は白のユニフォーム佐賀県代表と対戦。こちらも互角の戦いで、前半をスコアレスで折り返し、迎えた後半15分。このカテゴリーでは一番の若手、60歳中村陽一選手のゴールで口火を切ると、後半19分にはセットプレーから牛島隆選手のヘディングで追加点。その1分後にはサッカー歴およそ50年の前原学選手がダメ押しの3点目。雨が強まる中でしたが、鹿児島が持ち味を発揮し快勝しました。公式戦にして1点というのはすごく嬉しいです。たまたまでしたけど、少しでも、みんなと一緒にできたらいいなと思って、はい、一緒にゲームができる仲間と楽しくそのゲームをできるというところですかね。やっぱりこれからどれぐらいまでサッカー続けていかれますか？そうですね、もう足腰が立たなくなるまででしょうかね、はい、70、80まで、はい、大会の結果、鹿児島はグループリーグ突破とはなりませんでした。福岡が決勝で熊本に勝ち優勝しました。さて、ここからはスタジオからサッカーコーチの松原ひろむさんをゲストにお招きしてお伝えします。よろしくお願いします。お願いします。いや、松原さん、60歳以上の方々、はい、まだまだ現役、全力プレーでしたね、はい、素晴らしい表情でしたね、はい、ゴールシーンもやっぱり素晴らしかったですし、今でもやっぱり生き生きされてるのはやっぱりいいなと思いますね、はいはい、どうですか松原さんも、ゆくゆくは60歳以上というカテゴリーありますけれども。いいですよね、先輩方みたいにね、ああいうプレーができたらいいなと思いますし、前原先生お疲れ様でした。さあ、続いては先週の明治安田生命 J3 リーグ第7節を振り返ります。怪我で出遅れていた藤本選手が6シーズンぶりの鹿児島のピッチに。試合は壮絶な打ち合いとなりました。テゲバジャーロ宮崎をホームに迎えた南九州ダービー。立ち上がりに1点を先制され、折り返した後半9分、ユナイテッドは今季初スタメンの福田から花との2試合連続ゴールで一時同点に追いつきます。その後再び1点を失って後半20分、大竹監督は藤本と高卒ルーキー竹を投入、フォワード2人を入れ替え逆転を目指します。
ただ相手の勢いも止まらず、宮崎のルーキー永田にこの日3点目を決められ突き放されてしまいます。しかし今年ホームで負けがないユナイテッド、ここから底力を見せました。後半30分、山口の縦パスから短く素早くつないで薩川、1点差に詰め寄ります。はい、今シーズンやっぱりサイドバックの選手が非常に攻撃に関わってるっていうシーンがよく見れたシーンでしたね。薩川選手もゴール前まで入ってきてうまく決めてくれました。さらに後半アディショナルタイム、藤本のこのオーバーヘッド縦パスに裏へ抜け出した竹、こちらもナイスゴールでした。はい、藤本選手やっぱり仕事してくれたなと思いますね。このポストプレーはやっぱり非常に巧みですよね。あとはこの裏に抜け勢いの良さですね。竹選手思い切りよく振り抜いてくれたと思います。藤本は復帰戦で2つのアシストで貢献、6本のゴールが生まれた南九州ダービーは勝ち点1を分け合う結果となりました。アシストっていう結果がついたのが次の試合に向けて自信になったので、次の試合は、得点という結果でしっかりチームを勝たせれるようにしたいなと思います。また同点ゴールのシーンについて2人のコメントです。いい具合にこうバウンドしてたんで、心の中で聖夜走れと思ってて、背負いながらいいパス出せたので、あとは聖夜褒めたいなと思います。藤本さんが相手を背負った瞬間に背後に抜ければ絶対ボールが出てくると思って走り出してたので、取った後に聖夜ナイスというふうに言ってました。自分の憧れの選手の一人なので、藤本さんそういう選手からアシストしてもらったっていうのはやっぱり感慨深いところもあります。さあ、という試合になりまして、ユナイテッド3対3の引き分けで勝ち点1を得るゲームとなりましたが、はい、松原さん、この試合を振り返ってどんな印象ですか？はい、立ち上がりもそうだったんですけれども、自分たちのつなぎのミスからちょっと失点っていうちょっと苦しい展開になってしまったとは思いますが、はい、やっぱりホームの、ね、アドバンテージを生かしながら追いついてくれたのはやっぱり次の試合につながるかなというふうに思いますね。そうですね。ではこの試合で松原さん特に気になったシーンはどこでしょうか？はい、花戸選手の貢献度、これが非常に高かったなと思います。これ1点目のコーナーキックの流れですね。何度もクロスボールをゴール前に供給するんですが、試合タイミングが合わない中でも細かく動き直しをしているシーンがよく映っています。はい、相手から外に逃げたり相手の前に入ってきたり、こういう細かい動きを連続して繰り返した、その結果最後のボールに、合ったタイミングで得点が生まれたというシーンですね。確かに細かいステップを刻んでいて、でもやっぱその一歩右左で違ってくるわけですよね。そうですね、場所取りとポジショニング、そして相手から消える動き、これがボールが合わないタイミングでも繰り返しているのが非常に大きいですね。さあ、そして少し時間が戻ってこちらは前半のシーンになります。攻撃面だけじゃなくて守備面でもすごく貢献してたシーンだったのでちょっと紹介したいと思うんですが、このボールにプレッシャーかけてる選手が花戸選手ですね。はい、先ほど言ったように今岡本選手がボール持ってる中で相手選手の間に一度顔を出します。岡本選手と合わずにロングボールだったんですけれども、相手ボールに切り替わったこの瞬間で五稜選手が追ってる、ここに出てくるのが花戸選手ですね。で、相手のゴールへのダイレクトなプレーを防いだという献身的なプレーのシーンです。こういうシーンがやっぱりすごく多かったですね。攻守にわたって運動量も豊富でしたし、ああいうつぶれ役もやりながらフィニッシュワークも入ってくるって本当にマン・オブ・ザ・マッチじゃないかなと思う活躍でしたね。はい、花戸選手攻守に躍動しましたが、試合後久々に先発のチャンスをもらって、ここでできなかったら次はないと、それくらいの思いでやったと、なかなか勝てていませんが次は必ず勝ちますと頼もしくコメントをしてくれています。ここで J リーグからのお知らせです。 J リーグでは今年30周年を記念してゴールデンウィークシーズンに14万名様を全国の試合に招待するキャンペーンを行っています。5月12日14日に国立競技場で行われる J リーグ30周年スペシャルマッチには2万名様を招待します。
スタジアム観戦にまだ行ったことがない方や興味がある方など、 J リーグの特設サイトにアクセスして応募してください。またこの番組のアーカイブ配信や鹿児島のサッカー情報をまとめたウェブサイトが公開されています。ここでしか見ることのできないオリジナルコンテンツ満載です。キックオフ鹿児島で検索してみてください。さあ来週のこの番組では生放送でアウェー岩手グルージャ盛岡戦の結果を松原さんと共に振り返っていきたいと思いますが、松原さん次はどんな試合になりそうですか？はい、今リーグが、上位とまだ1ゲーム差勝ち点3の差に詰まっているので、この岩手戦で勝ち点3が取れると一気に順位も上がってくるので、その辺が楽しみですね。今週は松原ひろむさんとお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。では番組また来週です。